ははい皆さんこんばんこば安田みやみです、えー、小池漁港落ちろということで今日も小池でまいりますが、えー、東京都議会のですね代表質問が行われてるんですけども今2時半ぐらいなんですけど今のところあのー、表明はなさ小池合子参戦する表明はあるかっていう記事が出てましたけどないですね今のところねこの後するのかもしれないですけれども、えー、服見てると多分やんないかなっていう、まあ、こういう地味な かっこで、お話なななななさっっててて、えー、緑色いいいいのででででやんんかかう感じすすけど、まあ、かんないですけどどまわねで、えー、一応やっていないという前提なんですけど、あのー、でその都議会の中継などというものをですね、えー、しばらく見てたんですけど、まあ、まあ、まあ、だるいですね、やっぱりね、すごいよねで。これこれ、これらに塗って、なんとかで、ね、ございまして、どうたらこうたらみたいなことを延々やっててですね。 これは何ちゅうか何かこう何かちゃうなっていう感じを改めて持ちましたねやっぱり議会というもの,のが本当に形骸、えー、化しているっていうことをこ全世界でね問題になっていることなんですけれども改めてやっぱちょっとなんとか選定官理隊が来ておるなというふうに思いました、まあ、微妙なことなんですけどこの速報小池百合子都知事の参戦表明がある今日,今日午後1時からと代表質問っていうこれ東京新聞の記事なんですけども ここにですね、都知事選挙への参戦出馬が確実視されている小池合子知事だがって書いてあって、これちょっと新しいかもしれないね、確実視されているっていうことがあったのかもしれないけど、えー、やっぱり東京新聞はもう出ると確信したみたいですね。まあ、小池合子確実視で、えーえー、検索するとね、あのこの間までの蓮舫が出馬さんが出馬を表明するまでは、参戦出馬が確実視されていたとかいう記事ありましたけど、これ。 確実視されているっていうのはひょっとすると新しい表現な気もするので、えー、東京新聞はやっぱこれは出ると確信するなんかあったのかもしれません。で,、えー、でその小池さんですけれども、えー、港区長の、えー、に当選された何、えー、だっ,たっけあそうそう正家愛さんですね。あのー、2分間だけですけど、えー、都知事の方から提案があって、えー、急遽 小池さんと会ったということでさすがですねあのー、まあこれ、えー、何があったのかというとこれは東京の共産党のホームページですけれども、えー、共産党が自主支援しこの港区,区長に正規し事故現役職を破るという記事が出ていてえー 東京,都区東京都港区長選が2日東京をさ東投開票され日本共済党が自主,支援自主的支援していた前区議の正規 IC49 はお所属審は2万9,651票を獲得し自民公明党が推薦した現職の武井正明氏かな71を1,528票差で破って初当選しました。 自民東京で自民党の公認推薦候補が敗れたのは4月の目黒区朝鮮5月の都議・補選目黒区に続いてですということで、えー、記事が出ていますこれ赤旗から引用した記事なんですけどもというわけでね、えー、共産党が自主的に支援したんですよで差が1528票でしょこれは明らかに共産党が自主的に支援してなかったら落ちた負けたはずなんですね、えー、そういうい 区長ですでではこの区長どういう方なのかっていうとこれこの方のオフィシャルホームページなんですけど、えーま、区議をねトップ当選をずっとされてた3期連続トップ当選っていうすごい実力派だということが右端に書いてますけども。 私の思いということで、強く優しい国であってほしいとかって、なんかちょっとあれって感じですよね。<laughs> であの、大学で国際成長を疑い、バックパックしつで世界中を旅して回り、新聞記者として、これ、は産経新聞の新聞記者ですね、えー、として、日本の社会問題に向き合い、今、母になり、地方政治の現場で奮闘していますと。と思うことは、国は国益を重視し、強くあってほしいっていう感じの方なんですね。でも、社会はもっとリベラルでいいと。 女性が子供でも当たり前のように無理なく働き続ける社会に若い世代が夢を持っていける社会に多様な価値観が受け止められる社会に未来を生きる子どもたちに恥ずかしくない選択を、えー、期待を失望に終わらせない責任と覚悟を持って政治の世界に身を置いてますっていうふうに書いてありますでこのプロフィールの中にね中高生や高校生というかなあのー、将来国際ジャーナリストになるために勉強することにしようと唐突に決めましたってっ落合信彦の本を読みすぎましたっていう方なんですよねだから落合信彦さんっていうのは えー、昔めちゃめちゃ流行ってたあの国際ジャーナリストっていうかなんかあの、えー、私が一番近いなと思うのは川口博さんっていう人がね「ゆっけえゆっけえ川口博」だったか「あの鴨辰夫」の歌がありましたけど、えー、洞窟に入ってね川口博が洞窟に入るカメラさんと照明さんの後から入るという歌がありましたけどあれの国際ジャーナリスト版みたいな。 CIA の本部に潜入みたいななんかそんな感じの方 <laughs> で、ね、それを熟読して、えー、国際ジャーナリストになろうと思って、えー、実際産経新聞の記者をなさっていて、えー、国は強く国益を守る強くあってほしいっていう人を、えー、共産党が自主的に支援するっていうかなりねあの日本のあまず日本共産党ってずぶ柔軟になったなっていう感じがいたしますね。それから えでもまあ,あの女性と男性のその差別これだから普通すごいひどい話なんですけど産経新聞忙しすぎて、えー、めちゃめちゃ頑張って働いてたんだけど、えー、子供を育てるのは無理っていうことでやめちゃって、えー、でしょうがないでしかもあの待機児童っていうやつになってねお子さんがだからあの保育園に入れなくてでしょうがない家でずっと子供を面倒見てて、えー、でキャリアを失ってふざけんなボケっつってあの今度は。 区議にいろいろそういうママさんのねそういう活動を通じて区議になれてそして区長になれたというまあ大変な、えー、エネルギーとかあ活力がある方ですよね。で,、えー、でこの方のですねそのこの傾向っていうのは小池百合子さんに似てんなっていう話を思ってたんですけどもさすがですね小池さんもやっぱり小池さんもそう思ったんですよね絶対ね。 急遽ご提案小池知事が現職を破った清、えー、家氏と面会都知事選は自民連携を模索中かっていうですね、えー、記事が出ていますで,で都庁で面会わずか2分で終了っていうハンコつくみたいなこちらがえっ、ー、と都庁でということですから面会の後のインタビューでしょ記者会見かなかですねで,、えー、でその面会おめでとうございますどうもありがとうございます終わりみたいな 感じのこの、うん、こういう絵を撮るっていうね2分で十分ですからね絵を撮るだけなら。で、えー「ご活躍されることを心からお祈りしております」「ありがとうございます東京都国区はしっかり連携してながら進めるようと思っています」「こちらこそです」「もっと連携できることがたくさんあると思いますのであんたが通ったらね」みたいな。で「えー、さっきニンニク食べて臭くない大丈夫です」みたいなお話をなさったという。 でこんなタイミングで何で呼ばれたんですか何でも私にはわかりませんっていうふうに鄭家、えー、さん言ってましたけど、えー、まあ、これ、えー、記者にねあの区長選で自故推薦の現職が破れちょ都知事選への影響はって聞かれてそれは皆さんが分析されるんじゃないですか。別にこん今回はせっ ととお会いいしたたののもも共通の友人とそういった関係もあり政策的にも合うというところからでございますのでって言ってやっぱり政策的にすごい合うんですよね。えー、そのいわゆるそのうん小池さんはね安倍晋三さんよりも右というふうに極右とされて極右系自民党代議士だったわけですが、えーまあ、核武装も辞さないっていうことをね、あのー、言っておられましたので。 ででもあのそう思ってる人少ないじゃないですか。<laughs> であのなんかそので実際だからあのすごいひどいんですけどあの関東大震災のね朝鮮人虐殺のそのに関するその何ですかあのこれ2023年8月17日のね朝鮮人虐殺の追悼文今年も送らず小池都知事関東大震災の式典でという。 9月1日で100年となる関東大震災の朝鮮人、えー、犠牲者追悼式典に小池百合子都知事が今年も追悼部も起こらない方針であることが分かったと、えー、就任翌年の2017年から7年連続となっ式典主催者は先月追悼部の送付を求める要請をしていたとこれねこういう政治的スタンスなんだけど、えー、女性活躍とかね えー、子供たちのなんとかっていう。そういう雰囲気で。その？そう,そういう政策ではそう。推進するという姿勢なんですよね。で、この組み合わせがですね。その港区のこの、えー、新区長さんとやっぱ共通しているってやっぱり思ったんですよね。で、とからね。打診したんっていうのは、お知事から知事からのオーダーですか？って。質問に対してはこうやって2個って言って去っていったっていう。ああ、怖いわ。もう小池百合子すげえ <laughs> 怖い。 でも見事ですよねこういうのねそのつまり自民党公明党がめちゃめちゃ推しているその5期勤めてね6期目を目指す区長が、えー、共産党がね自主的に応援して1,500何票だから完全に共産党が最後一押し頑張っった分でで勝ってるんですよねでそういう区長さんが勝ったっていうのは共産党がめちゃめちゃ頑張って推してる、えー、蓮舫さんに重なるじゃないですか。 ででそういう空気が流れるっていうのをこう察知してねさっとこう呼んでですねでこういう絵を撮らせるっていうでまあ、えー、断る断れるかもしれないけど断らないですね清家さんの場合はねすごい近いんだもんいろいろ政治的に思想もだから、えー、こうやって私の仲間なんですよっていうことにしてしまってもうこれでね、えー、自公がに共産党の推している蓮舫が勝つなんていう話はもう え終わりですよっていう、まあ、そういう、うん、なんていうかその印象操作っていうかそこは見事ですねさすがでございます。でこの清家さんのねあの対抗していたというか、まあ、この現職の武井陣営の応援にはですねこの方も来てました丸川珠代さん。でもね、えー、丸川珠代さんも、えー、と演説してないんですねマイク握ってないでその代わり、えー、応援にかかられて「丸川珠代さんですはーい」ってやっただけだっていう、まあ、そこまで控えたんだけど。 えー、足引っ張ったかもなっていうそういうことなんですねでまあそれでも武井氏は敗戦後私が有権者から選んでもらわなかっただけと逆風については言及しなかっただがある自民党関係者は、えー、自民の推薦が足を引っ張っ張たか分はあると思う逆風の影響で党が出せる応援を本来出せる応援を100とすれば70や40になったかもしれないと振り返った。 とのことですで、えー、それで早速ねあの小池さんは清、えー、家さんと今までねあの自民党公明党を通じて関係が密接であったはずの、えー、武井さんが破れてもですねあそうすかっつうことで、えー、初当選を果たした正規愛称弁解し子育て策などで連携をアピールしたと。えー、ということでですねあのー そそれでその高齢の、ね、都議の一人は高,高齢多選の区長よりも初の女性区長が響いたと、都知事選への影響はそれほどないというふうに総括していると、でこれに対してです、ね、都連の関係者、自民党の都、ね、連の関係者は、知事は木を見るに便、自民の評判が悪いなら寄ってこないこともあると、次長気味に語るということです。 なので、えー、おそらくね、この,この先ほどのね、あの面会の意味っていうのは、えー、自公にはもう頼らないよっていうことの表明だったんじゃないですかね。で,、えー、でも、えー、トミーファねあの、ガタガタで選挙まともにできないんだけども、も、それでもいいということで、えー、自民、公明のにはもう関わってもらわないで、えー、やりますよということをですね、表明したっていうことではないかと思いますね。 都議会の方は休憩中になっちゃいました、ね、<laughs> で、えー、まず自民党が代表質問してそれに対して答える中では出ると言いませんでした次が都民ファかななのでひょっとすると都民ファの時の要し書の、えー、と質問で出るっていうかもしれませんこれ毎日新聞の2時45分に出た記事ですけど小池知事都政を加速することがさせることが重要参戦出馬は明言せずという記事が出ていますね だから、えー、この記事ではです、ね、東京都の小池百合子都知事は4日の都議会定例会で今後の都政運営の決意を問われ、まあ、出るのかって意味ですよね、まあ、自民党は聞いたんですよ長子高齢化、物価高騰エネルギーなどさまざまな課題が成果している東京の強みを見極めどう生かすかを考え抜き都政をさらに加速,加速させることが重要だと述べたと。 加速って何ってて何話ですけど、ね、政治って速度があるんですかね。えー、その、途議りたで自民党の代表質問に答えたということで、えー、参選を目指して立候補するか明言したいものの、3期目への意欲をにじませる内容だったと。ずっとこの匂いだけ嗅がせるってなってますね。で、答弁の中でね、こう言ってましたね。 え二、ー、期八年の歳を振り返り、チルドレンファーストの社会いつからチルドレンファーストになったんですかね。面白いね。前は違いましたよね。なんか2021年の12月ぐらいに子供スマイルムーブメントとかいうものをですね、えー、東京都がやっていて、チルドレンファーストの社会の実現を目指し東京都が展開とか言って、この時には、えー、チルドレンファースト社会を 出現するということが東京を目指していますとか言ってもう既にそうであったかのような発言が小池さんから出てましたからこの辺りみたいですね2021年ぐらいに、えー、突如ですねあそう都民ファーストだったはずがチルドレンファーストに変わったみたいですねでさすが「えー、木を見るに瓶」っていうのはこういうことなんでしょうねでまあ、えっ、ー、とチルデンファーストの社会 なってのんだけどまあいや誰もが自分らしく輝ける社会いかなる危機にも揺るがの安全安心な社会の実現に大胆な発想で挑み国をも動かしてきたと自負を示したその上で、えー、都議会の皆様と知恵を出し合い世界一の都市を築き上げる思いで都政運営に集中しているというふうに答えてですね、あのー、出るか出ないかは返事をしなかったということだそうでございますで、えー、都議会は休憩になっています。 あそういうわけでその小池さんの、えー、と小池さんらしさがねやっぱりさすがにこう出てくるところですね。あのパッとこう動くってそして何、えー、て言うの自民党とねあれだけあれだけ自民党と密接にやっていたんだけどすごいよねだって八王子の選挙ってつい最近ですよ。<laughs> だから八王子の市長選挙の時の写真ですね。 えー、こちら側の左側の人が、えー、自民党のシアケシアケカズカズオシシケって言うんですかね初宿と書いてえ本、ー、当か <laughs> なんて読むんだこれはですね1月21日ですよねあの大接戦でしたで自民公明が推薦した でしかもこの人はねあの元都局長のですね、視訳一雄氏なんですね。この人初当選です、すあのーこう、萩生田さんがね、自民党の萩生田さん、なんか引き出しに2000万ぐらい入ったけど知りませんわーつって、えー、言ってた人ですね。で、でしかもあの政治資金報告書に、ね、不,不明不明不明って書いてね。で、しかもあのそれ、クレジットカードで払った現金。 だから領収書出してきたら「これジットカードバって書いてますよみたいなもうふざけんなボケみたいな人ですね。この方であのー、小池さんを担いで、えー、都知事にあーゃ喋ってない、えー、そのあれ <laughs> ですね都知事に、えー、した,した、えー、そう若狭勝さ,さんがですね、えー、どうやってあのー、このトレーンのね代表的な人物である えー、萩生田を落とすかっつって小池さんと考えてたんだ8年前はみたいなことを言って怒っておられました、まあその萩生田さんとね、えー、がっちり手を組んでその八王子市長選挙でこの萩生田さんが押していたその候補ですねあのー、当選させちゃったわけですよこういう小池さんがで。しかもまたこれがね 何、あのー、ちゅうのさっさと応援してくれるならいいんですよでもねさすがでねえー、早い段階から、えー、小池氏に支援を依頼しかし、えー、小池氏が特別顧問をおあそのか相手がね都民ファーストの会の元都議とまた複数のう都幹部は小池氏と元都幹部の この塩家氏の関係はそれほど近くなかったと見ていると。だから、えー、自分の子会じゃないんですよね。でこうした状況の下で小池氏は、えー、当初塩家、えー、陣営を運営応援する予定はなかった。しかしですねあのー、滝田さんこれがあのー、元都議ですね。あのー 共産などの支援援をを受けたたこととで、えー、応援を決めたとだから共産党が、えー、これもやっぱさすが共産党柔軟に動いてるんですねでもこの対抗するですね滝田さんっていう元都民ファンの方がね立憲民主党に応援されるばかりか共産党の支援まで受けたっていうことでぶち切れて応援に来たらしいです。 でえー、その本当終盤のギリギリのところでね八王子駅前でマイクを握った小池氏は自身の政策アピールとする一方一票でも足りないと市長になれないと声を張り上げ、えー、ようやく来てくれたと喜ばせてということで,でこのに関してですねちょっと面白い記事が出てましたこれ産経新聞、えー、と八王子市長選小池百合子支援の舞台裏、えー、都知事参戦を見据えた2つの狙いという記事が1月22日に出てます。 で、えー、何の記事なのかというとですねあまあそもそもこの何で、えー、応援に行ったのかということなんですけれども、えー、これはですねこのこの産経新聞の記事だと19日夕方 JR 八王子駅前、えー、選挙前には誰も予想しなかったツーショットが実現したということなんで、えー、この「千明さんをお願いです行政について熟知している」と小池氏が ツーショットで呼びかけたとで何でかっていうと、えー、都職員時代のこの千けしと小池氏の関係は良好とは言いがったことは多くの都職員が証言するとまた対抗馬に自身が特別子どもを務める都民ファーの元都議2人が立ち小池氏にとって動きにくい状況になったと指摘する声が多かった、えー、小池氏はですね、えー 定例記者会見でも八王子市長選挙についてはですねお選びにあるのは市民とつれないこと言ってたと。で、えー、まあ、その11月にね辞めてあの私立をするっていうふうにこの方言ったんだけどもで自民公明はですね応援してくれ応援してくれってしつこく言ったんだけどなかなかですね応援かいろいろ返事がなかった。で えでもその萩生田さんがねあまりにもあ,のあまりにもなので、えー、そのお膝元で分かってるとやっぱりその情勢分析で負けてたと。でもしょうがないって言ってその都連がねトレンの幹部が選挙の数日前にその小池さんとこの何だったっけ <laughs> 読めない塩 <laughs> げさんがあってこう手打ちをするみたいなね手打ち式和解をする場を準備したと。 その場でどうぞ支援してくださいってこうあ頭を下げたのでじゃあしょうがないかっていうことで、えー、この中盤につながったんでこれについて自民の、ね、中堅の都議っていう人が知事にとって今回の市長選に関与するメリットはあまりないそれでも応援に入ったのは知事参戦に向けて自公に貸しを作るためだろうというふうに言っている。で、えー、まあその参戦を果たしてもね自民公明の勢力を 自分の中に入れないと政策実現を阻まれてしまうわけですね。で,、えー、でそれでその逆風の中の藤井公にとっては小池氏の存在が視聴者にありがたいからこうなったと。でもう一個の要因がねこの面白い赤旗に乗ったっていうのがおかしいですねさすが産経新聞でそういう見出しがついてる。えー、小池氏を動かしてもう一つの要因は。 都民ファ元都議の滝田氏の存在だと滝田氏は今回の選挙で立憲民主党や共産党の支持を受けて野党統一候補化小池氏にとっては特に小池都政に批判的な共産からの支援が腹に据えかねた様子で19日の定例記者会見で「赤旗にまで乗っていまして」と滝田氏を批判したっていうこれ赤旗に乗るっていうのはもうどうしようもないことのようですねで、えー、それで関係者によるとあまあそういうその野心をね 都政とか市長選挙に出ようと思って野心を抱いている都民ファの都議が多,多くてそうするとですねそのこんなそれがその、うん、共産党に担がれてまでなろうとするなんてもう許せんって裏切りだっていうことで、えー、知事自身の厳しい姿勢を都民ファ内にはっきり見せる必要があったのだろうとねお,お前たちがその、うん、この私の子飼いの手を離れて子飼いとしての身分でそれで都議にしてやっているのに 勝手によそに担がれて、商戦とか、えー、国会議員とか出たら、潰しに行くからだっていうことをですね、こう見せ,見せたんだということだそうですね。もういちいち、なんていうか <laughs>、いちいちやばいですね。で、まあ、あの萩生田さんが万歳っていう、まあ、こういうことになったわけです。えー、で、このでこ、これが1月ですよ。 で今度はね、その自民、公明が一生懸命応援した、えー、その区長、区長さんがですよ今、今度はその区長さんが、共産党のせいで、1500票差で負けて、すぐに勝った方の、この清毅さんね、えー、共産党の自主的な支援で、そのぎりぎりの1500何票を取って、 その自民公明のオス区長を倒してそしたらですね「土、え、地、ー、都,都庁来てください」って言って「ああよかったおめでとうございます」って言ってこう手を握るすごい <laughs> 素晴らしいですねこれこれがやっぱ小池百合子の小池百合子たるゆえんなんでしょうね。もうなんていうか、うん、そ1秒も一秒も躊躇しないっていう感じがられてますね。だって 赤旗に乗って許せないから潰していったはずなんですけど赤旗、赤旗乗ってましたよ、赤旗に。まあ、これですけどね、赤旗じゃないんだけど、赤旗じゃないんですけど、あの <laughs> 東京と共産党、まあ、もろに敵ですね、赤旗どころの騒ぎではない、東京との共産党、えー、都議団ね、ここが仕切ってるわけです、よ共産党の。 小池都政をですね悪口を議会で言い,言いまく腹の立つ、えー、<laughs> 共産党東京のホームページにですね、えー、日本共産党が自主支援していた全区議の、えー、正規愛氏が、えー、1528票差で破って当選しましたというふうに出ておりますねでしかもですねツイッターにはですねこれはあの小池さんね赤い方の小池さんでございます小池晃さんの 共産党のあツイッターにですね「えー、正規廃止初当選」っつってこうツイートしてますね。こういう人でもですね、えー、自分の選挙の何て言うの空気を良くするためであればですね東京に都庁に呼んで、えー、ほとんど寝てないでしょうご苦労様でしたあ時ありがとうございますって感じで。 呼がっちり握手して自民党公明党にはお前らもういいということをですね思い知らせるというそういう,う素晴らしいまあだから本当もうこれでおそらくもう確実ですよね自民党公明がどんなに小池さんに抱きついても、えー、小池さんはもう乗らないですねなので、えー、自民党公明抜きで選挙をするでしょう。 でも、えー、これはですねそのさすがにその都民ファーストはですね、えー、何度も言ってますけど小池さんになんていうのさっきの記事に出てましたけど、えー、さっきのねその元都民ファの都議のう滝本さんかなその八王子の首相に出た人は都民ファの出身なのだけどもえー 立憲民主党と共産党の支援を受けて自民党公明党の候補を倒そうとしてギリまでいってでも勝ちそうだったんだけども最後小池合君に潰されて負けてしまったという展開でそれはそのおめえらふざけんじゃねえよってこう脅さないといけないんですねでそういうことをやろうと思っている人はいっぱいいるという状況ですよでしかもだからあの骨のある人はねみんな出ていっているで例えばですね このえー、カイロ大学出てないで,し,ょうっていう、ね、でしかもそのカイロ大学出てないくせにさまざまな政治的な力を利用してカイロ大学を出たことにしてもらいそればかりかですね、えー、カイロ大学からの声明とかいうものをですね、えー、出してもらったらどうですかと小島敏郎さんこのトミーファのか事務総長だったのかなのであった方がですね提案したら3日後にはもう。 なんカイロ大学やカイロ大学じゃねカイロ大学の声明なるものがしかもアラビア語がない英語と日本語だけが,がですね、えー、エジプト大使館のフェイスブックで意味がわからないなぜ,なぜ東京大学の声明が日本語文原文なし英語とエジプト語でエジプト語じゃねアラビア語でええー カイロの日本大使館のフェイスブックに出るとか意味わかんないやつそんなのそういうことが起きるとで、えー、記者会見ではですね7月29日の19日29日かな記者会見で本来ならばカイロ大学の声明と言うべきところをですね小池さんは大使館の声明といろいろやり取りありましたが大使館の声明についてです大使館の声明って言っちゃってるんですねで大使館と作った声明なんですよあれは そういういものをですねでっっげてしまったとそんなもの内枠を貸してしまったその内訳内訳,内訳っていうか裏側をですね詳しくこの小島敏郎さんが暴露してしまうという展開になっています。なぜこんなことになるのかっていうと小島さんっていう人はもともとですね、まあ、そもそも学生時代に司法試験と国家公務員上級試験と両方通って、えー、環境庁っていうところにいきなり入るっていう,もう意味わかんない行動をしてですね で環境省の高級官僚だったという方で,で、まあ、その小池さんが環境大臣だったこともあって、えー、その支援していた都民ファンをねでところがですねあの特にその小池さんが知事になる時に、えー、非常に大きな役割が果たしたその築地の問題これをつないだのは小島さんだった、まあ、そういうキーパーソンみたいな人ですよねでこの人がでも面倒くさいから、えー、徐々に疎遠になっていって、えー、4年でお辞めになったと。 いうことなわけですでそれから先ほどの若狭勝さんもねもともと特捜の副部長かなかった人でえ自民党の参議院議員かなかった時に小池さんをですね担いで、えー、まあ、その知事にするというようなことをして自民党から追い出されてですねそれで一緒にコミュニファ作って希望の党を作ってみたいな人をです、ね、ポイッと降り出してしまうという形でですね <laughs> この間何か言ってありましたけどあの7年はもう大変だったとで奥さんがですねもうこんなことしてたら命が危ないからやめてくれっていうぐらい忙しかったんだけど、まあ、それでもう縁が切れてあほとんど合ってないからそしたらもう幸せでたまりませんわみたいなことを言ってましたからもう恐ろしいですね <laughs> そういうわけでですねこう役に立つ人仕事できる人をどんどん放り出しちゃったらですね。 ます、あ、しょうがないですね残ってるのは小池さんにしがみついて何とかしてもらおうと思ってる人だけになってしまうかもうちょっと骨のあるやつは小池さんを利用して、えー、自分は偉くなろうと思ってるやつかみたいなことになってしまうということで、えー、まあこういうですね、えー、展開になってるわけです。 議選にに出るっってていいうのは,これは小池さんにとっては結構怖いですね自民公明と一緒になって出れば安心だと思っていたところが自民公明に乗ると負けるかもしれないどうしよう、うん、ってなってた時に、えー、この港区のね結果が出たのでもういいともう自民公明はいいねでこっちに乗るぞっていうことでえそ、ー、らく都民ファだけでね単独で 出るつもりですねでそれでそので表面はもうそうなるとね、えー、もうギリギリまでしないですよ6月24日でしたっけ公示がね20日ですね20日の告示ですね告示公示というのは確かなんかあの国会国会の制求だっかな、えー、その <laughs> 告示ですから今日がもう4日でしょあともう10これだからこれ流れの明日15日ですよねあいや明日た6月5日だから15日しかない なのでギリギリ来週も、例えば12日に、えー、都議会が終わるまでは、もうこれは、えー、と現職でございますからっていうあの例のやつで行って、で、終わって、えー、それから出すんでしょうね。その6月の13日が、だから12日かな、X では。でそこでも、あのー、報道をいっぱいさせて、そのままなだれ込むという作戦に出るしかないですね、これはね。えー、そういうわけで、 えー、小池さんが、えー、とこの当てにならない都民補だけで戦いに行くで自民公明はどうするかですよね水面下で動くっていう水面下で動いても自民公明勝ったことにならないもんねとはいえですね蓮舫に勝たせると言うわけにはいかないそれだけは避けたいっていうことになるとやっぱり水面下で動かざるを得ないのかもしれません で,えー、で小池さんはね何、あのー、て言うの公約何にも実現してませんけど公約何も実現していないっていうことは都議会とか、えー、と都庁の評判は悪くないわけですよ都庁の職員にすれば何も,何もしない人が一番いいんですね。で自分たちの作ってくる政策とかを順番にやってくれて答弁してくれる人が一番いい。 で小池さんは割割とそういういい役割を果たしていますだから、えー、そういう支援は結構熱いんですよね。で、えー、で都議会ので小池さんの OS めさえ目立つ目立てければですね区長になったりとか市長になったりもできるわけですね。そういう意味で、あのー、この都のシステムには非常によくのでだからこそですねその小島敏郎さんとかがね「ふざけるな」っつってなんか。 途中ブラックボックスを破壊するために入ったのに何してんだいっつってこうお怒りになってるのはですね、他にもいっぱいいろいろ用意している可能性がありますけれども、それが理由です。で、でどうすんのかね、カイロ大学と書くのか、カイロ大学は何も書かないのか、カイロ大学入学とか書くのか、カイロ大学中退って書いちゃうのか、よくわかんないですけれども、まあそういう、そのそこすごい注目ポイントですね <laughs>。それは、 都議選が始まるとさすがにそれは議論の対象になるんじゃないのかなならないのかなまあ、えー、とにかくメディアはですねその小池さんにしたらあの,ー、このそれがねそれが問題になるのが一番嫌なんでしょうからそれもしかもあのテレビで出るのがねテレビで出るのが一番困るわけですそこをさえ避ければいいということで えー、そういうい作戦に出てくるんだ,だと思われます、まあ、えー、そういうわけでですねなぜ、まあ、私がこういう勢力を打ちろというふうにこう日々言ってるのかっていうと、えー、この「複雑さを生きる」という本を読んでいただければ分かるのですが人間社会っていうのはあのー、コミュニケーションででできてるんですね私たちでできてるんじゃないですよ。人間が集めたって人間社会にはならない。人間が同士がコミュニケーションを取って初めて社会というものが形成されるわけです。 でコミュニケーションがどういう質を持っていてそしてそれが活発に展開しているかどうかというのが重要なポイントになります。でまともなコミュニケーションが活発に展開している社会はいい社会です。でふざけたコミュニケーションがろくに展開しかもろくにそれがものすごく細っているというのはこれやばい社会です。関係性がないのでねもう崩れつつあるわけです。で日本社会っていうのは限りませんけども現代の先進国社会というのはですねコミュニケーションが痩せ細っています。 でみんなボロボロロにになななっっててババラバラになりかかってるわけですねでなんで東京に人が集まってくるのかって,ってバラバラでも生きていける社会だからですね、えー、その地域社会というやつにですね根ざして生きていこうと思ったら何、えー、らかのやり取りを周りと取らないといけないんですけど東京なんてね隣に誰が住んでるかわかんないっていのは普通ですよねだからえバラバラの人間が集まりやすい社会なのでみんな東京に集まってくるわけですまるでそのなんかあのゾンビ 映画でね最後にあのショッピングモールにわーって集まってくるんですけどあれはあの第,1第1作目が低予算映画で、えー、そのクライマックスのシーンもっといいとこで撮りたかったんだけど、えー、撮影できるのかなお休みの時のショッピングモールしかなかったっていうことでああいうことになったらしいんですがそれが当たったので毎回ショッピングモールにわーってゾンビが集まってくるっていう。<laughs> ですけどあれですねああいう感じでこの人間同士のコミュニケーションを取りたくない人がこうブワーッと東京に集積してくるわけですね。 だからこそですねそのインチキなコミュニケーションで人々をあこのダマくらかすような人が尊敬されるという社会構造になるわけですよ。なので小池さんという人はそういうのもの天才的な人ですよね。まあまあ拙僧というものがもう今の一時だけでもね八王子の市長選挙のやり方もひどいけど。 それでそのいきなり手のひら返して港区長を呼んでくるとかね区長選挙で当選した人とがっちり握手を交わして2分間だけはい、さよならって言ってね絵だけ撮らせる。すごいです。<laughs> こういうことをしてると全部コミュニケーションの振りなんですね。インチキなコミュニケーションです。でコミュニケーションの振りによって権力を隠す,隠す,隠す手に入れるっていう行為はこれはまあハラスメントと違うんでるやつです。でその権下のような人が必要な人気を集めて えー、東京都知事というですね非常に強い権力を持っているということは大変危険なことだと思うので、まあ、だから私はですねこの本は湯浅、えー、書店から出たんですけど絶版になっておりまして一、えー、月つ万冊で復刊させていただいております清水さんが復刊してくださっていたでおりましてでこれをですね皆さんに読んでほしいからこうやって毎日毎日お話ししているわけですが、えー、3万8,500円という価格で2種類あります。 一つは私と清水さんが10時間の解説動画を撮ったものそしてバージョン2は私が、えー、去年ですね十数時間の解説動画を撮りさらに清水さんと1時間ぐらいの解説動画を撮ったものこれをですね、えー、販売しておりますでなんで解説動画がついてるかっていうと残念ながらこの本だけでは売れなかったのでちゃんと分かるようにしようと思って解説動画をつけさらにこうやって毎日いろんなことに関わっては今は小池よりか一本やりで言っておりますけども えー、いろんな話をさせていただく中で私の思想をお伝えしその上で動画を見て本を読んでいただければ理解できるだろうとでそうなるとですねまあ、こういう金額で、えー、お買い上げいただくということがなければですね私たちがこれを続けるとできないということの仕組みになっております、えー、ぜひともですね、えー、買っていただいて、えー、私たちがそのなさなっている活動をご支援くださいましてですねそして読んでいただいて動画を見ていただければですね必ずやですね 世界に対するより豊かな見方というものを皆様が獲得していただくことができると私は信じておりますどうもありがとうございました